西村コロナ担当大臣がですね、はい、ご自分で反省している言葉があって、そうですね、専門家会議を廃止するということについて十分説明できてませんでした。専門家会議の皆さんを排除するように取られたことも反省していると語っているということで、まあ、専門家会議という形ではなく政府のもとに分科会をこう設置して、それぞれの分野の専門家が集まっていくんだということも言っていますし、それから有識者は京都大に京大の山中教授などの意見もこう、はい、これから反映していくんだってことも言ってるんですが、ただここで言われていたことが専門家会議が前のめりになったってことを言ってますけども、専門家会議のメンバーも廃止で廃止から今度分科会スタイルになるんだよってことを説明受けてない、はい、これは何なんですかね。これ私本当に失礼な話だと思うんですね、はい、何回も映像を見ましたけども、あそこで尾身副座長がそれ今決まったことですかって記者に問いかけてるわけですよね、はい、で先ほど発表がありましたと、いや私は聞いてませんけども、この間まさに手弁当でですね、これだけ粉骨砕身ですね、いろんな状況を分析していただいておいてですね、その方たちがご存じないところで、まあ、廃止という言葉はちょっときつすぎたって昨日西村さんはですね弁解なさってますけども、やっぱりそこに政治の傲慢不尊さというものをですね感じざるを得ないと思うんですね。やっぱり新型コロナウイルスというのはあくまでも感染症であり病気であるわけですから、まず第一義的にはお医者さんたちがどう見てるのか、学者がどう見てるのか、科学者がどう見てるのか、でその科学者お医者さんの意見を踏まえながら政治なり経済なりがじゃあどうしていこうかということを考えるべきだと思うんですね。でそのお医者様たちがこれまでの経過について記者会見しているときに、あの人たちのことは廃止しましたと、あの人たちとの専門部会は廃止しましたと、こういう失礼なことっていうのは政治はじゃあ一体どこまで偉いんだという話になってしまうと思うんですね。昨日になって批判の厳しさからですね反省という言葉を使ってらっしゃいますけども、基本は経済とそれから疾病対策コロナ対策の両立ということを言いながらですね、やっぱりこの国の流れがお金のことの方が大事だよと、やっぱり経済を回していかなきゃ持たないんだよという中で、お金と人の命がどうもバランスを欠いてしまってる、そのことがですね専門家会議の西村さん流の廃止につながってるとすればですね、こんな傲慢なことはないし、私たちはこれでは戦いきれないと思うんですね。今私たちがやってることは基本的には命を守る戦いのはずなんですね。でしかも東京がですね非常に高止まりの傾向にある、今西川さんの説明があったように軽症者が多くてですね、重症者が一緒に、それから収容する病床も十分にあるということからですね、まだ緊急事態宣言には至ってないというふうに西村さん説明してるわけですけど、確かに西村さんは官僚としては優れてる方かもしれませんけど、あなた感染症疫学からウイルスに一体どれだけの知見を持ってらっしゃるんですかということは改めて問わなきゃいけないと思うんですね。やっぱり西村北大教授がいろいろ批判されてますけど、八割おじさんとかの前をつけられて、はい、でも方がここで頑張れば止められる、このままダメだったらこういう状況になるという説明をなさったからこそですね、私たちの間に強い緊張感が走ったということも事実なわけで、基本的にやっぱり元へ戻って人が病気になった時になんというかお医者さんの言うことを聞こうねと、当たり前のことに戻らなきゃいけないと思うんですね。まあ安倍政権というか政府が、まあ、後手後手に回ってしまうことはいろんなメディアが検証し始めていて、はい、まあ、これについては政府も認めざるを得ないとは思うんですけども、で今後のことを考えた時にですね、まあ、これアメリカではまた感染がうわっと拡大し始めてますよね。そうなってくるとこれ今のトランプ大統領の姿勢のもとにですよ、例えばの話、日本はアメリカ人を入国を認めるべきだなんてことを言い出したとしたら、安倍さんそれに抗えんのかなとも思っちゃうし、そこですよ本当に怖いのはですね、やっぱり本当に経済の活性化とか経済再生ということで言えば、日米間の交流なしにですね、はい、ありえないのが今日本の経済ですよね、
日中日米というのはもう欠かせない状況になっていると。そういう中で今ブラジルとアメリカがですね、感染者数の中ではダントツにですね、はい、悪い状況の中にある。でだけど経済のことは優先していくと、一連の流れからいくとですね、行き着くところはですね、日米の渡航解禁なのかという感じもしてくるわけで、そこはですね、本当に国民として突っ張り切れるかどうか、これを今回は武漢よりもヨーロッパからの渡航者が増えた時に日本はガンと感染者が増えたという実情がかつてあるわけですね、はい、数ヶ月前に。ということからすればですね、やっぱり渡航を認めるか認めないかというのは大変な一つの境節目になるということからすると、こういう形でお医者様たちがだん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 遠ざけられていって、経済優先の方たちが中心になっていくということの流れの下地としてですね、そっちの方向に向いているとしたら、私は亡国的論議になっていくと思うんですね。専門家会議が前のめりになりすぎましたってことをこう表明された、はいはい、その後にこれ専門家会議廃止でしたよね。だからこういうの見てみると、ね、政治不在とも言われ指摘されている中で、今大谷さんがお話になったこれからどう国を開くんだっていう時に、この政治が防波堤にならなきゃいけないもんですよ。そうです、尾身さんの話をよく聞いてると、専門家会議が前のめりになったっていうのは、学者でありながら、あの状況の中で国の政策、例えば登下校の問題だとか、あるいは3密の問題について、学者の側から社会状況に対して口を挟まざるを得ない状況であった。だからその分からすれば、学者からすれば出過ぎたことかもしれない。それが前のめりという表現になってたと思うんですね。だから私たちの役割はそうではなくて医学的な問題だったということを言いたかったと思うんですが、あの状況の中では学者の皆さんがそれを言わなかったら何も国はできなかったという状況の中で、専門家会議の皆さんからすれば万やむを得ず、こうしときゃなきゃったらダメだよって言ったことが今になったら前のめりじゃないかという表現に取られているということだと思って、あの釈明はちょっとお気の毒だなと思いながら聞いてたんですけどね。はい。